中国5000年、その歴史の中でひときわ人々の記憶に刻まれ、そして後の世に語り継がれてきた物語がある。紀元3世紀、日本は卑弥呼の時代、中国は魏、蜀、呉、3つの国が互いに覇権を競い合い、荒ぶる勇者たちが戦場を駆け巡っていた。最強武将伝、三国演義。少し前までは青年は風と話した。それが彼らの流儀だった。人と話すより吹き抜ける風を捕まえ、心意気など告げたものだ。いずこへと風が訪ねる、彼方へと彼は答える。その時すでに風は青年を置き去りにしている。先回りしているから迷わずにやっておいで。疲れ果ててる頃を見計らい、声をかけてあげる。止まれ。父上、どうされました？こんなところに林があったか。長州とここで戦った時にはちょうどあそこに陣営を敷いたのだ。たった数年で林に変わってしまったとは。兄上を思い出されたのですか？うん。殿、密偵を捕まえました。曹操様。密偵ではありません。劉表の部下で曹忠と申します。劉表の部下？劉表将軍は病死され、私は蔡夫人の命により曹操様に服従の意を告げに来たのです。うん、本当か？はい、劉表将軍の死はまだご長男の劉貴様にさえ知らされておりません。つまり蔡夫人は自分が産んだ子に夫の跡目を継がせたいのだな。それだけではありません。どういうことだ？劉表将軍は亡くなる前、劉備に慶州を継がせるとおっしゃいました。何？劉備のどこがそんなに？将軍は息子の劉貴、劉宗様のどちらも信用しておりませんでしたので。自分の息子を信用できぬとは父親としての教育の至らなさだ。自業自得だな。それに比べこの曹操の息子を見てみよう。でどうした？劉備はどうしても将軍の話を受け入れず、長男の劉貴様を補佐して慶州を守ると誓いを立てたのです。ところが蔡夫人が手を回し、劉貴様を護衛の守りを固めるためと甲賀へ行かせてしまいました。戻って蔡夫人に伝えよう。劉宗を慶州の長官に任ずるとな。曹忠、お前には千個の町を与える。ありがとうございます。10万を率いて深夜へ向かえ。劉備に息をつく暇を与えず占領するのだ。わかりました。曹忠ではないか。
なぜ曹操軍の方から来たのだ。こいつを捕まえろ。深夜は小さく長くはとどまれませんが、背後の慶州には龍騎殿の軍がおり、連合すれば曹操には負けません。最近劉表将軍の病はどうなのだろうか。兄上、裏切り者の総中を捕まえました。劉表殿が亡くなられ、蔡夫人がそれを隠していたのです。劉騎殿は甲賀へ追いやられ、権力を握った劉宗は曹操に投降する気です。これで後ろ盾を失ってしまった。軍師殿、やはり関羽殿に甲賀へ行っていただき、劉騎殿に援軍を頼みましょう。しかし曹操軍の先鋒10万がもう白鵬浜で迫っている。この私がいなくては戦力不足になってしまいます。我が軍は少数ながら地理的な条件は優位です。たかだか10万の軍などどうということはありません。曹操軍の先鋒を倒し、上陽に撤退しましょう。お前はここでやられたのか。諸葛亮は地形を利用して作戦を立てるのがうまい。山や谷、岩、林などの自然と軍隊を巧みに一体化させて、5000人の兵に5万人分の力を出させるのだ。殿！我が軍は深夜城内で諸葛亮の罠にかかり、まず水攻め、それから火攻めに遭い、10万の軍が全滅しました。敵の数はどれぐらいだ。見当もつきません。ですが少なくとも我が軍の10倍はいる模様です。深夜は小さな県だ。諸葛亮は一体どこからそんな大勢の兵を集めてきたというのだ。殿、劉備が深夜の兵と民衆を連れ城陽へ撤退していきます。曹操様が自ら出陣なさると聞いて恐れをなしたか。違う。慶州を背にして甲賀の劉騎と連合しようとしているのだ。良い作戦だが一歩遅かったな。蔡坊将軍、私はこの城陽に野心は持っていません。どうか門を開けてこの人々を受け入れてください。何をしれてるしこと。これだけ大勢の人間を集めたのは無言のためと決まっておるわ。矢を放て。殿、下がってください。軍師殿、ここは我々に任せて、先に甲賀行って関羽に救援を頼んでください。わかりました。殿、どうかお気をつけて。長、私の家族を守ってくれ。私は民衆を甲賀に連れて行かなくては。お任せを。殿、民衆と同じ速さで移動していてはダメです。もう曹操軍が目と鼻の先まで追ってきているのですから。皆、我々について深夜を捨ててきた。私が皆を見捨てるわけにはいかない。曹操軍が来たぞ。Yeah!
兄貴。殿。曹操が劉曹様を殺しました。投降した後、泉州に行かせ、途中で暗殺したのです。休んだ方がいい。殿。殿。趙雲が裏切りました。何？趙雲が私の家族を守っているのだぞ。兄貴、趙雲の野郎は俺たちがもうダメだと思って曹操に寝返ったに違いない。待て。俺があいつをとっ捕まえてきてやる。趙貴。戻ってこい。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。カフジン、ビフジン、劉備将軍の奥方をお探しですか？そうだ、どこかで会ったのか。理不尽が赤ん坊を抱いてあちらへ行かれるのを見ました。すまぬ。はっ。おい、おとなしくしろ。やめろ。この趙雲が相手になる。何言ってしゃべるな。いやが後を抱いていたのですが、はぐれてしまいました。どうか早く探してください。何ですと？後様も。待て。いつだと勝負だか。これは張飛殿、いいところへ来てくれた。官夫人を頼む。私はこれから美婦人と後様を探しに行かねば。よっ。ああ、一体どういうことだ。趙雲のやつ裏切ったんじゃないのか。まさか。
奥方様。蝶雲殿。あ、馬にお乗りください。私は歩いてお供します。蝶雲殿、馬に乗らない大将などいませんわ。私はもう動けないし、ここで死んでも構いません。でもこの後だけは何としてでも助けてください。どうかお願いします。奥方様、早く乗ってください。私がお二人をお守りします。あなたを道連れにすることはできません。早く後を連れて逃げてください。よしよし、あと、いい子ね。もう泣き止んだのね。奥方様、奥方様、まんまと罠にかかったな。
の武将は誰だ。曹操様、あの男は趙雲です。本当に強い。すぐに矢を放って倒しましょう。いや待て、趙雲か。素晴らしい武将だ。伝令せよ、矢を放ってはならぬ。生け捕りにするのだ。曹操様、関羽の剣をお忘れになったのですか。趙雲もどうせ。わしに一つ考えがあるのだ。趙雲が疲れるのを待って囲い込むのだ。曹操様、趙雲はすでに将軍を50人、兵士を1000人余り倒しています。ん？おお、趙雲が。次回、最強武将伝三国演義第20話、趙範覇の戦い。いざいかん、民のために。その胸に聞こえたものは、風が運んだ、ああ祈りの歌。生まれて誰かに守られて、人はみんな歩き出す。やがて誰もが何かを伝え、この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。